おばんでやんというわけで本日はこちら青葉台駅から徒歩15分ぐらいラーメン246亭さんにやってまいりました。そして本日ゲストをお迎えしておりますこちら、どうもインドディンです。お久しぶりです。インドディンさん、実はねブラジルの方だということで、こちらなんでもコーヒーラーメンっていう、これもね初めてのやつです。コーヒーラーメンなんてね、まあ言ったらねラーメン日本のねソウルフードみたいなところもあるんで、その日本食とブラジルの特産のコーヒーがね一体どんな味がすんのかということで楽しみですね。楽しみですね。ここで、はい、口に合わなかったらお前何人だよってなっちゃうんですけど、果たしてどんなラーメンいただけるんでしょうか。それでは今日も張り切って行ってみよう。こちらがコーヒージャーニーグアテマラです。そしてこちらが普通のコーヒージャーニーです。あ、コーヒーあ、でもじゃあラーメンよりです。それではこちらよりコーヒーの風味が強いと言われるパスポートを購入した人だけが食べられるグアテマラ。なるほどね、はいはい、カツオだしの香ばしい香りがほのかに感じるコーヒーです。コーヒーの苦味みたいなのがスープのアクセントとしてどう感じるかっていうのが人それぞれ、コーヒー好きな人にはこうたまんない風味なんじゃないですかね。普通のコーヒージャーニースープいただきたいと思います。ああなるほど、ラーメン寄りだっておっしゃったのが分かる気がしますね。カツオだしが効いてて、ラーメンのスープの奥にふんわりコーヒーが感じられる。なんでこちらグアテマラに使われているコーヒー豆、コーヒーの品評会で世界一になった豆を使用しているとのことです。はい、それではこちらの麺、ストレートタイプの細麺ですね。麺と一緒に食べるとまた風味が違ってくるっていうか、これ麺の小麦の味の奥にコーヒーの苦味まず笑いちゃうね。結構好きですこれはブラジルで受けそうですか。多分受けます。持ち帰っていただいてコーヒーラーメンブームあるかもしれないです。あるかもしれない。スープの色は濃い醤油味のラーメンかなって思っちゃうんですけど、すすると一気に風味が鼻に抜けてコーヒーだったんだって分かりますね。コーヒーを調味料として使うっていうね、新しい可能性をね広げる作品なのかもしれないですね。濃い方の、あ、でももうコーヒーおコーヒー全然ありだと思います。ブラジルでなんかそういうコーヒーのスープとかってあったりしますか。ないです。ない。うん、あーでも苦味結構きますね、うん、ただラーメンにコーヒーを足したかではなくていろいろこだわってやってると思いますね、うん、普通のコーヒーじゃないみたいだと思います。グアテマラの後に食べると普通のラーメンですね。コーヒージャーニーは一品が乗ってないっていうのが特徴的なんですけど、こちら味玉追加いたしました。果たして味玉がコーヒー味に合うのか。黄身がトロトロタイプの味玉でしっかり味が染みてて美味しいんですけれども、コーヒースープを飲んで口の中で融合することによって味玉の白身の部分の食感がプルプルしてるんで、コーヒーゼリーみたいな感じでコーヒーが苦い分より味玉の甘さが
際立つ新しい味わいですね。はい、それではこちら残ったスープでコーヒー風おじやが作れるとのことですんで、焦がしネギの香ばしさとコーヒーの風味ですね、うまい具合に口の中で混ざり合って、今まで味わったことない味ですけど美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。いや、まだ飲んでる。こう飲むとよりコーヒーの香りがきますね。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いいえ、すごかったですね。コーヒーってまあお茶かスイーツぐらいのイメージしかなかったんですけども、料理に使われるとこんな味がするんだっていうことでね、今までに味わったことのない不思議な味でしたけれども、まあ合わないことはないかなっていう感じでしたね。ご飯にも合うもんですね、はい、お米の甘さとコーヒーの風味、これ意外と合いましたね。というわけで、ブラジル人のインドディンさんも太鼓判ということで、あとい、というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、こちら毎度おなじみピヨットカード関連動画やアンケートの方出てまいりますので、そちらも合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。以上、こちら青葉台ラーメン246亭さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。